それでは次です。昨日入手しました遺言状と預金通帳は証拠ではありますが、私たちの入手方法自体が不正なのでハッタリにしかなりません。忘れましたか？取っかかりが必要なんですよ。お前は偽物だって言ってもダメなんです。こっちが本物だからお前は偽物だって言わないと。説得力だな。はい。ですので次は彼らの悪事を暴く必要があります。それでなんとかなるかもしれません。それはご愛嬌です。ねえねえ、寝てるの？ではご苦労様。琴子さんもぐっすり眠れたみたい。それよりさ、夜にまた忍び込むんでしょ。今日は特別にベッド貸してあげるよ。
だって京一郎っていつもソファーだし、助手としては上司の健康管理にも気を使うというか。だって京一郎の助手だもん。それに琴子さんのためにするんだよね。ないよ、何もないもん。ほら行くよ。何？どうしたの？じゃあ手分けして探そうよ。その方が手っ取り早いし効率的だよ。
でも時間がないでしょ。今を逃してまた明日とかにできるの？このフロアのカードキーなら持ってるもん。嘘を言ってもしょうがないよ。みつこさんがもしものためにって持たせてくれたよ。
うわ